こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ専用ページ後の購入キャンセル申請、購入キャンセルさせない方法とはというテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。キャンセルする方は非常に多いかと思います。で、あの、購入キャンセルさせない方法ですね。まあ、あの、非常に簡単なので、ぜひね、紹介させていただきます。それはですね、 購入する前に相手にですね、購入意思を100%あることをですね、確実に示、えー、させてですね、決め、決めてもらうことなんですね。で、あの、これをすることによってですね、えー、購入拒否がですね、非常に減らすことがですね、できます。で、えー、私もですね、えー、専用ページ、この方をやってからですね、あの、購入ですね、拒否がですね、かなり減ることが、減らすことができました。ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。 では、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、10万円稼いでですね、マルヒマニュアルプレゼントします。登録していただいですね、どなたかわからないので、ニックネームかまたですね、スタンプをお願いします。よろしくお願いします。それでは、本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。